今日午後1時前、鳥羽市の近鉄鳥羽駅に列車で到着された愛子さまは、出迎えた三重県の一見勝之知事らに笑顔で会釈され、宿泊先のホテルに立ち寄った後、伊勢神宮の外宮に向かわれました。愛子さまが三重県を訪問されるのは、伊勢神宮の式年遷宮翌年の2014年にご一家で訪問されて以来、10年ぶり2回目で、お一人での訪問は初めてとなります。今回のご訪問の目的は、皇室の祖先とされる天照大神などを祀る伊勢神宮において、2021年に成年を迎えたことや、今月20日に学習院大学を卒業したことなどを報告するためです。愛子さまは、外宮内宮の御正宮にゆっくりとお進みになり、玉串を捧げ参拝されました。愛子さまは、明日、滝郡明和町にある西宮歴史博物館や五木宮歴史体験館を視察される予定で、その後は奈良県に移動し、神武天皇陵を参拝される予定です。10年ぶりの愛子さま三重県訪問となりましたが、近鉄鳥羽駅前では愛子さまを一目見ようと、雨の中、傘を差しながら訪問を待つ人の姿が見られました。全然知らなくて、鳥羽水族館にちょうど春休みなので、来たところ、なんか人がたくさん、いたのでびっくりしました。素敵だったね、愛子さまね。白いお召し物で、笑顔、とても笑顔で、こちらで見てて笑顔になりました。ご立派に成長なされて、すごく、はい、やっぱりうち娘が同じ年なんですけど、親のような気持ちで、すいません、失礼ですけどね、すごく心から、はい、喜んでおります。国民としてすごく、はい、誇りに思います。